20代無職引きこもり、そんな俺が転生したのは剣と魔法のゲームの世界。やあ、異世界転生小説のパイオニア無職転生がスマホアプリで登場。仲間を集めてバトル開始。キャラクターに装備をつけるとさらに強く。あ、師匠、これは違うんです。ストーリーモードを進めて記憶を解放。へえ、思い出が力になるんですね。本気で行くよ。書き下ろしイラストが盛りだくさん。季節イベントでゲームオリジナル衣装も、もしかして夏には。そしてアニメでは語られなかったサブストーリーやゲームオリジナルストーリーも。これは父様？自分だけのパーティーを組んで、いざ冒険の世界へ。はあ、痛いわね。本気で行くわよ。いつでも行けるよ。キムロニンバス。仲間たちとゲームで紡ぐ新たな転生ストーリー。無職転生、ゲームになっても本気だ。無職転生、ゲームになっても本気だ。ルディ、父さんが戦い方を教えてやろう。敵の弱点を積極的にね。お、お返しに。シェイ。いって、情けねえ。これが僕の本気です。いい感じだ、ルディ。いけ。よくやったな、ルディ。さ、こんなところですね。キュムロニンバス。よかった。
界を制することだってできます。定期的に取りに来てね。やっぱりルイジェルドさんには勝てませんね。戦いの時間よ、私についてきな。実戦は腕が鳴るわ。作戦通りに行きましょう。大丈夫？やあ！はあ？とかしなきゃと焦って、目標はすごい、すごい。一秒先が見えれば世界を制することだってできますよ。目標は大事だよ、どんどんクリアしようね。遊びでもやっていいことと悪いことがあるんだぞ。僕は今まで